日本国神奈川県川崎市、中原区小杉町小杉町は、神奈川県川崎市中原区の地名。現行行政町名は、小杉町1丁目から小杉町3丁目で、いずれも住居表示未実施区域である。郵便番号は211-0063。中原区役所や、区の代表駅である武蔵小杉駅が所在する。中原区の中心部であり、また再開発が進む。 いわゆる、武蔵小杉エリアの中心でもある。特に隣接する新マリコ東とともに、再開発事業が顕著である。北は、小杉神谷町1.2丁目、西は、小杉御天町2丁目、今井中町、今井南町、南,町南は一の坪東は新マリコ町、新マリコ東3丁目と接する。JR 南部線以北に、小杉町1.2丁目、伊南が、 小杉町3丁目が置かれ、小杉町3丁目には、区役所をはじめとして、消防署、警察署、図書館など各種公共施設が集中する。小杉町2丁目には、昭和30年以降第一生命住宅など多くの社宅が建設され、その一部は一般へ分譲されたが、現在も多くが残っている。近年まで残っていた JX 飛行、 日赤エネルギー社宅は2013年に廃止、解体され、後地に超高層マンション、パークシティ武蔵小杉ザガーデンが建設された。住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、小杉町2丁目207番4の地点で58万3千円、平方メートルとなっている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。武蔵小杉駅西口小杉町は JR 南部線、東急東横線が交差する鉄道の要所である。交際機である武蔵小杉駅は2000年には、東急目黒線が武蔵小杉まで延長。2010年には横須賀線武蔵小杉駅が営業開始し、 ターミナル駅としての地位が向上している。武蔵小杉駅北口が小杉町1丁目、西口が小杉町3丁目方面の出入り口となる。また、地名である武蔵小杉駅の他に新マリコ駅も利用圏内となる。地内中央部を川崎市道川崎駅マリコ線が東西に通過し、西は溝口方面、東は川崎駅浮島町方面へ伸びる。 また、小杉町地内に国道、県道は通過していないが、以下の路線が周辺地域を通過している。ありがとうございます。